でしょ。本当はダメなことないですか。おかしいですよ。だから人のことを助けてる人たちが高級を取らないってどうするんだって話なんです。本当はね。その通り。うん、でもそういうなんか人たちのこう気持ちとかやりがいを搾取する構造になっていて、それも結局財源。だから太郎代表がもう公務員をどんどん増やせっていうのは、もう本当にしっかり金を払ってやるべきことはやれって話で。でさっきおっしゃってたその、シンクタンク機能、いろいろな、はい、例えば、あれですね、社会保障の専門家とか、はい、労働問題の専門家とか、そういう人たちを集めて、まあ、財源問題っていうのはもう実は嘘でしたからっていう話ですよね。だからもっとお金使えるんだから、そしたらどんな政策を取ればいいかっていうのを、まあ、考えてもらうということですね。そうですそうです。まあそれぜひやっていきたいというふうに思いますけど、なかなかやろうとしても難しいっていうか、やっぱり現実問題としてタコツボ化していてですね、それぞれの専門家はそれぞれの専門家の世界の中に入っているので、なかなかマクロ経済学とか勉強してはる人っていうのがなかなかいなくてですね、結局皆さんなんかやっぱり財政危機論とか信じてはるっていう、そういう現実は存在するので、まあ、それをどうやって打破していくかなというふうに、まあ、思ってますね。うん、それもしかもその各 NPO とか NGO も財政危機でそれぞれね、お金がなくて大変なので、ね、まあ、各駅 NPO はお金作ることできますけど、通貨発行権ないですか。ないです。それもなんかちょっとね、そっちの界隈の人たちの話を聞くと、まあ、要するに助成を受けなきゃいけないっていうことで、なんかどうしてもその支援自体が外向きになりがち、言ってみれば分かります。なんかちょっとアピール型、はいはいはい、なんか本当にその支援非支援者、支援される人たちのことを考えてやりたいんだけど、どっちかっていうとなんかこんだけやってますみたいな、ちょっとアピールをしないと存続できないっていう、そういうこうジレンマもあるみたいで、うん、本当にね、なんかこう困ってる人たちのところに 100% 行くようななんかこうね、仕組みにしないと。それも多分財源絡んでるんですよね。財源がないから、財源取るのが難しいから、財源取るのがうまい NPO とそうじゃない NPO、うん、でうまい NPO が本当にみんなのためになってるかっていうと、そうとも限らないっていう問題もやっぱありますよね。うんうんうん、それとかやっぱり安上がりの下請けになってしまうね。ああそうなんです。ああそうなんです。そうそうそう、だから、うん、そうです。行政ができないものを丸投げして NPO を安く、うん、まあね、ある意味 NPO の職員の人たちはみんなもう自分たちの時間削ってやってますよね。 NPO の職員が高給取るなんてみんな想像できないし、うん、絶対ダメだと思ってるでしょ。本当はダメなことないですか。おかしいですよ。だから人のことを助けてる人たちが高給を取らないってどうするんだって話なんです。本当はね。その通り。うん、でもそういうなんか人たちのこう気持ちとかやりがいを搾取する構造になっていて、そう、それも結局財源。だから太郎代表がもう公務員をどんどん増やせっていうのは、もう本当にしっかり金を払ってやるべきことはやれって話で、はい、そのための財源はいくらでもあるって言ってるのが我々なんですよね。そうそうそう、その通りです。もうしかも財源ってみんなね、お金の本質分かってないんですよね。多くの人は金が富だと思ってる人が多いんですよ。金なんか富でも何でもないでしょ。別にただの紙切れでしかないし、それで交換できる実体価値が価値なんでしょ。だから結局ね、お金がないから働けないとか、介護産業とか例えばね、おかしいんですよ。お金なんてただの数字でしかないから、うん、何もないところから銀行が借金で作ってんだから、銀行が借金で作るんだったら政府が借金作る方がまだマシでしょ。そうそう、ね、だからしかも借金返せないんだから、借金返すとお金がなくなっちゃうからね。そうそう、ただ借金せずに政府がそれを政府通貨として発行して、ただ数字を作ってばらまきゃいいだけの話なんですよ。でばらまくと介護産業にそこにお金が行くと、たくさんの人たちが働くわけですね。働くと何が生まれるかっていうと価値が生まれるんですよ。そうです、ね、それが富の本質だから、ね、金がないから働けないとか価値を埋めないっていうのは論理が逆転していて、だから消費税なんて最悪なのは、消費税かけるとみんなが限られた中でお金を使おうとするとだんだん活動が低下するわけです。
活動が低下しても皆さんの人生の長さは変わらないから膨大な時間が無意に過ごされちゃうんですよ。何もしないってことが一番コストなわけです。要は言ってるの分かります、ね、お金がコストなんじゃないです。お金を使うなんて、お金を使うことがコストじゃないですよ。お金なんていくらでも使えばいいわけ。お金使えば使うほど人が動くでしょ。その通り。人が動くと価値が生まれるわけですよ。だから本当のコストは人が動かないことなんですね。そうそうそう。国家としての一番のコストは、だから消費税なんてあっちゃいけないです。上げるか下げるかじゃなくてゼロが当たり前です。で、それは国家経営の当たり前の考え方なんですが、国家経営の当たり前の考え方すらできない人たちがこの国を数十年動かしている。これだから今までの野党も同じなんですよ、残念ながら。だから消費税上げるみたいなそのきっかけを作ってしまったあの元民主党の人たちがいるわけですよ。未だにいるわけ、未だにいて野党ですみたいな顔したってお前ら何も分かってないでしょどうせって。